谷口愛さん、谷口愛山12月明治32年12月30日は、幕末から明治期の日本の文人画家。山水が、花鳥画を得意とした。縄定時、画家になってからは、デと称した。ジオ、趣味期、号は愛山、失郷を、鴨、も、節水草とした。富山の生まれ。山水図写本祭式明治25年越。 中国新川郡保護の木村の農家、東江門の次男として生まれ、富山の叔父、モ三ブロの養子師となる。幼少より絵を好み、郷里の文人画家水上限淵に画を習う。天保四年、十八歳で、江戸に出ると、堺右近の紹介で、谷文長の内山郎に入門。文紀都市と合した。柳川西岸と地具を得てその勧めを受けて、天保八年に、 高雲もやの万世堂に入塾。本格的に文人画を学ぶ。下もやに気に入られ、愛さんの号を送られている。同年、関東、中山、北陸など諸国を遊歴。父の既得を聞くと、富山に帰りその最後を見届ける。翌天保十二年、京都の抜きなよくを訪問。文人画を志すなら、詩、書、画を学び。 計画を中心に感覚を収めなければならないことを知る。海奥の勧めもあって、何和の篠崎小竹の売荷者に入塾し儒学を学ぶ。また、小竹の無二の親友、岡田藩校に画技を受け大いに影響される。その後、九州に向かう。旅の都市、神戸の藩茶山を訪ね試作を問い各地の文人木閣と交流。校歌2年、長崎に到着。警報で、 新人の画家、陳一衆に四君子などの画法を伝授される。次に、大分日田に向かい広瀬丹僧の歓喜園に入門し、施策を学ぶ。この時同門のホアシアン平野御タなど、田野村築伝の弟子や、監視人、草場灰川と交流を深める。九州を後にし、校歌二年、再び、京都の抜きな海奥を訪ねると、京都に泊まることを勧められそのまま海屋に入門。 再退し、文人、文人画家として修行を続ける。家英大化のため皇居に上場が炎上。安政二年、塩川文林、小高井仙、森関西、餅月玉仙らと共にこの障壁画の修復事業に選出され、杉戸絵二枚を描いている。この頃と山藩氏、西村木又の養子となり、氏族の仲間入りをしている。上位運動が活発化しており、 西郷隆盛、大久保利道、木戸隆義、横井湘南、藤本哲関、内美喜三郎、松本慶道、公設つ,つめら勤労の志士との交流を重ね自らの、純筆量を上位運動の資金に供している。また松浦武四郎とも交流し、夕張西氏に差し絵を提供している。安政六年、柳川西岸の旧宅に移る。ますます画面が高まり、 田野村直入と並称されるようになる。明治2年には、西恩寺金持が開校した、私塾立名館に、富岡鉄斎山中誠一らと共に講師として招かれる。明治13年64歳の時、京都府が学校の南画担当教授となる。同時期には、餅月玉泉、小山密蔵鈴木百年夜校のバイレーが、同校の教授となっている。明治15年、 第11回京都博覧会で同賞を受賞同年、東京で開催された第1回、内国絵画共振会においても、同賞を得ている。その後も、第14回京都博覧会で同賞、同杯賞同19年、河野バイレーの主催する京都青年絵画研究会の審査委員を務めた。同28年、第4回内国官業博覧会で法上を受ける。 明治29年には、田野村直入、富岡鉄斎、小瀬小石、東京の渡辺小花らと、日本南画協会を設立。以降、京都画壇の長老として敬われた。明治32年8月、心臓病になりその語彙病を併発。同年12月没。去年84。西王子に墓所がある。山水画一点が大英博物館に収蔵されている。 よく、もや山と表記されるがこれは誤り。画号の、愛山は、死の高くもやの命名であり、青は、愛より出て愛より青しという純子の格言からで死が、死を超える意が含まれている。もやの、もやに対して、愛を当て、に対して、山を合わせて、愛山とした。いがらしたけさに指示、安政五蔵英え四君子軍が二ず再官、三遊図三水図。ありがとうございます。